みんな分かってくれるといいね。世界が変わること、理解することと受け入れることは違う。すぐには無理ね、きっと。けどもうこれしか方法はないんだ。受け入れていくしかないんだよ。自分で選択をしたわけではないから、選ばされているだけ。確かに納得できないやからも出るじゃろうな。でもやるしかない、そう言いたいんでしょ。うん、ならそれでいいんじゃないかしら。元気を出して、カロル。うん、きっと大丈夫だよね。さあジュディス、慰めてくれてるのかそうじゃないのか分かんない。理想と現実も違うからの。特に現実はシビアなのじゃ。珍しい。どったの？突然修行？デュークともし戦いになったらと思うと、ちょっとでも強くならなきゃって。いい心がけだね。カロル少年はまあいつも通りだけど、ユリ、お前さんが修行ってのがおっさんちょっと新鮮よ。じゃあやめるか。そんな。嘆くな少年、俺様が相手してやる。ありがたく思いなさい。ほっほっほっ。ん？なんだレイブン、そんな珍しいことされたらなんか不吉だぜ。そう言うなって。若だよ、おっさんだって負けられない時は負けられないものよ。僕とも手合わせをお願いしますレイブンさん。二人までその気ならやめられないな。デューク相手にまぐれがちはねえだろうからな。一丁ハードにやるか。よし。うん、うん、はよー。フレンのおかげで町のみんなもこの土地に慣れてきた感じだな。気候的にはテートに近いですし、過ごしやすいんじゃないでしょうか。それにもともとは人がいた大陸だから、土地柄も適しているのじゃないかしら。これでヒピオニア大陸も徐々に人が増えていってくれるといいけどな。そうそう、住めば都ってね。僕もこの辺だったら住んでもいいな。ふうふう。デュークとは戦わないといけないのでしょうか。タルカロンに彼がいるのなら戦うことになるでしょうね。うちはもう覚悟を決めたのじゃ。彼が術式を完成させる前に精霊で星はみを打てれば。それを黙って見ている人かしら彼は。あいつがタルカロンで人の命を犠牲にしようとしてる限り避けられないわ。どうしたのじゃエストル。迷ってるの、あいつと戦うこと。はい、けど迷いを持ったまま挑んでも勝てないですよね。どうかしら。迷うことがあなたのあり方なら、そのままぶつかればいいと思うわ。いいこと言うわね。それでいいのかも。私たちは英雄や勇者様じゃないんだから。当たって砕けてでも負けない、そんなところかしら。迷えば迷うほどエステルはもっと輝くとうちは思うのじゃ。みんなありがとう。ウルニオン、これからもどんどん立派になっていくんだろうね。ですね。帝国もギルドも力を合わせて生まれた町、素敵な町になっていくと思います。ま、世界がヤバくなったから協力するなんて厳禁な理由だけどな。世界の危機が人をつなげるか。皮肉なもんね。いいじゃない、気持ちを同じにできたんなら。はい、今はそうでも未来にはきっと心から同じ気持ちになれる、そう思います。ええ、今回限りの協力で終わらせるつもりはありません。戻った後の僕たちの課題ですね。うん、
その前に星ハミを排除しねえとな。タルカロンの頂上を目指して出発なのじゃ。お、ハティちゃん、やる気十分ね。あんな大きい星ハミをやっつけるにはやる気がありすぎても足りないのじゃ。あんまり気合い入れすぎて途中でバテんじゃねえぞ。星ハミを倒したらブラスティアのない新しい世界が始まるんですね。大丈夫ですよ。ブラスティアがなくなってもきっとみんな新しい一歩を踏み出すことができます。オルニオンでのヨーデルやギルドの連中見ただろ。あの様子ならすぐにはうまくいかなくてもみんな少しずつ新しい生き方ができるだろうよ。未来の可能性はシロナガスクジラよりも大きいのじゃ。そうですね。人々の命を犠牲にしようとしているデュークのやり方では星ハミが倒せてもその未来はない。その未来を守るために僕もユーリ、君と一緒に戦うよ。当てにしてるぜ。